実はたまに頭いいこと言うからやめられないって。皆さんこんにちは、東海ランキングです。あなたあの後ホテルに行く気はあったんでしょうか。間違いなく行くつもりでした。ホテルに行って何をなさるおつもりだったんでしょうか。焼肉をおごったことですし、生肉をほぼっていただこうかと。ほぼっていただこうかと。僕のもうこれはイボジ治療器でございます。シリーズもんですね。シリーズだって。もうシリーズ一本じゃなくてシリーズやめろ。いやさすがもうやるな。シリーズもんで治療する決意ができましたよ。10秒間だけ画面に自己紹介を映し出そうと思います。それじゃあちょご飯バイトはバイトでご飯あとでいいか。反時計回りに混ぜる人なんだ。え、こっち？え、普通時計回りでしょ。え、こっちでいく？うん、こっちでしょ。なんで？手の右手だったらこっちの方が楽じゃね。なんで？じゃ右手だったらこっちでしょ。時計回りの方がいいでしょ。いや、お前反時計回りなんだ。じゃあお前乗って字書くときに書きにくいなと思いながら書いてんの。じゃあ絶対時計回りゼロって書けよこれから。使いこなすのなかなか難しいですね。確かにそれどこが使えるんだろうって探すのも結構時間かかりますよね。これはね、資金感一番奥の人にちょっと注意してください。あ、わかりました。すいません。はい。ちょっと他の受験生の方から音が気になるということでちょっと苦情が来てるんですけど。音が気になるのか。こういう音です。あうっせぇ。あの、すいません、ベイがうっせぇ。音が気になるっていうのは、はい、どういう音なんだろうって意味じゃなくて。いや、そういうことじゃなくてですか。イカ使ってますよね。いや、イカは肉感ないじゃん。いや、でも、なんていうの、その、命をいただいて、ね、ベジタリアンとかの人って命をいただくのがあれだからって言ってさ、この肉を食べて、夏は命じゃないってか。生きてないってのか。お前だって必死に生えてきてムクムクしてんのによ、お前。前みたいに小さいくせによ。そもそも否定すんのかよ。このゼロミート男が頭がいいとそういうことまで考えちゃうんだな。グーのね、出たじゃないか、ギリギリ。この時はグーのでも出ねえんだよ。てかさ、一個ペットボトル開けてさ、組んでやればめっちゃ楽じゃない？いいな。実はたまに頭いいこと言うからやめられないって。やめられない。え、待ってください。これでもしも王冠負けてしまったら終わりってことですよ。負けることなど考えるな。はい、下を向けな。メガネが落ちるだろう。いきます。プロポーズ失敗のわけは、ケンさんはディナーの席で彼女にプロポーズをしようと考えていた。今言ったね。二人で食事とお酒を楽しんでいたが、途中で彼女が酔って気分を悪くしてしまい、プロポーズは失敗してしまった。だが彼女はお酒に弱いわけではない。一体なぜ？え？船の上だったから。正解。怖い。ケンさんが予約していたのは高級ディナークルーズで、彼女は船酔いしてしまい気分が悪くなった。イエーイ。すごい。怖いっすよ。最後まで。でもそれなんだ。関係ないやん、最後。これだ。勝者の大応酬。じゃんけんで勝った一人に手札を1枚ずつ裏向きで渡さなければならない。なるほど。しかしそのカードは使えない。負けた3人がカードを失うってことになる。判別ですね。判別系は使えないんだ。そのカードが何かもわからないまま勝った人に渡して、それはもうゲーム終了までさようならだぜ。まあ確かにね、これはカード、うるせえな。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、でもじゃないんだ。おい、あ、しまった。あ、行こうでしょう。あ、行こうでしょう。負けたぜ。最初はグー、じゃんけんぽい。よーし、でかい。チクショー。問題は3枚目。大どんでん返し。ゲーム終了時、このカードを持っている人間が全ての罰ゲームを受ける。このカードは発動。量が持ってるぜ。
リョウが持ってますよね。ああ、リョウが全ての罰ゲームを受けるぜ。だからファラオと一本満足と遊戯はこのカードの持ち主に全て集約されたぜ。ねえ、それはない。いや、わかるわかる。